日本の政治家も皆さんに対してお金の話をしない。日銀は国の銀行じゃありませんよ皆さん。あれ私立の銀行、政府が手を出した産業全部大赤字で潰れてますよ。皆さん、なんで国民がお金を使わないのか、あの永田町のおっちゃんおばちゃん考えたことあるんですかね。国民と選挙民と政治をやってる政治家とグループと官僚グループ、もう何の絆もないんじゃ。ここ私たちは集まってブツブツ言いますが、向こう聞いてねえし、私たちの財産のお金、こんなレート低くて歩合低くて貯金したって何もならねえし、10年続けてインフレにしようならねえんだって。皆さん、なんで国民がお金を使わないのか、あの永田町のおっちゃんおばちゃん考えたことあるんですかね。なんで使わないのよ日本は。理由は簡単、私たちが信用してないからですよ。私たち銀行も信用してねえから、お金持ちの方々はタンス預金、どこまでこれやって、もう1年2年じゃないのよ。あのバブルが弾けて10年と昔は言ってますけど、もうとっくに30年。でアメリカで失敗した、オバマが失敗した、金すりまくってじゃあじゃあ市場に流せば物が動き出すって。日本も安倍さんから始まってすりまくって、黒田さんも一緒にすりまくって、で歩合が低いから海外の投資家は日本円を買いません。ほとんどアメリカに流れてんじゃん、歩合高いし。そうすると普通の頭脳で普通に物が見える人たち、日本どうしたの、おめえたちはそこその道ずっとまっすぐ歩くと向こうに落ちるよって。皆さん、金融の世界は地球のように丸くないの、向こうに絶壁があるんですよ。本当に落ちるのよ。で政治家の方々、日銀の方々、お金の話をしない。皆さん、お金の話をしなくて、インフレだなんてか、何の話それ。政府のお仕事は、これ何度も言いますけど、国民を命を守り、国民の生活を豊かにするですよ。他にすることあんのか。皆さんが目が覚めても、永田町は皆様のおじい様やおばあ様が、おは皆様が銀行に入れてないお金を、あの桜の木の元に埋めてんだろう。皆さん、なんで福沢先生から渋沢先生に紙幣を変えるんですか。印刷代高いだろう。なんで変えるのよこれ。もう理由見え見え。私はもう4年前からこう、ええー、と思って。ずる賢いなこいつら。来年新しいお札が出てきて、銀行行ったらすぐ帰ってくれて、で2年ほどして、ひょっとしたら1年ほどして、来年から福沢諭吉先生は使えませんので、今のうちに全部目かけが50人いた渋沢栄一先生と交換してください。そうそう、全部持ってこなきゃ。そうそう、皆さんの住所と生命保険と健康保険と、ひょっとしたらマイナンバー、それ相続になった時、皆さん逃げ場がないです。銀行が全部押さえてます。それしかお金をすり替える理由なんかないじゃん。じゃあ金に変えとこうって、で金に変えると、買いに行ったところでいろんな情報を取られて、どんどんと貧乏になっている国民から絞り上げるんじゃ。なんか江戸の末期みたい。本当に民主主義が一番いい形か。これは大きな問題で、何か神様から授かった方程式みたいじゃん。私はもちろんガキの頃から民主主義、国連万歳万歳さされた。皆さん、国連に入ってユネスコに入って何とか何とかに入って国際何とかに入って、日本にいいことあったんですか。あれだけ食べ物をあげて、あれだけ薬をあげて、世界中に全部ユネスコの袋が入って、あれ日本があげたんだったら日の丸の袋でジャパン書いてあげなきゃ。国連とかユネスコ、ひょっとしたら問屋で手間賃を取って、いや私も選択肢があったら私脱退したいです。そんなお金をバッカバッカ出して、日本の
お父さんお母さん、少子化対策、日本の子供持ってるお父さんお母さんに5万円じゃなくて50万、一人50万で無事中学校まで育ててくれたらもうあと500万。皆さん今東京で人口で子供人口がウェーって減ってんのよ。で子供を産める女子も産まない。なんでそれは産まないよ。もし子供2人できて私立に行かれてみ、めちゃめちゃお金がかかるんじゃ。子供、日本どっかの国際団体に入ってなきゃ不安なのか。あの G7 って何じゃ、何しに来たの、こう何が決まってんのよ。どうせ日本がお金出す話でしょ。また喜んで出すんじゃ、日本のあの人たち。自分の金出してみよ、お前、ま、金足らない、税金足らない、何を言ってる。皆さんも少し優しすぎるのよ。本当にもうふざけるなと。地元の政治家に、おいおっちゃんふざけるなって、この野郎。応援できる人本当に数少ない。真剣にやってる男、私は一人知ってますけど、二人か、それほど少ない。なんで参議院と衆議院の数がこのカリフォルニアより小さい列島にアメリカ全土より多いんですか。じゃだから私たちが文句言わずに、母と神様、大官様、悪徳殿様と言ってる間にどんどん金巻き上げられて、皆さんもっとお金に集中しなきゃ。あの金どこ行ってんだろう。政府から何も言わない、お金について何も言わない、日銀も何も言わない、マスコミも何の追及もしない。皆さんこうやってみんな我関せずで、いや感じてんだけど我関せずで、だんだんと縮小していって、気がついた頃は膝折ってますよ。文句言いすぎ、日本は誰一人文句言い過ぎじゃないです。文句を言わないからこんな状態。なんで経済、この才能のある頭のいい日本人、日本国民がなんでこんな貧しい生活してんのよ。皆さん言うこと思ったら大間違いじゃん。アメリカの中産階級、同じ額で同じ金額でどれだけ物がスーパーで買えるか。皆さん、戦争終わってもう80年、アメリカの軍事基地が沖縄から北海道まであるのよ。その金皆さんの税金で俺たち出して、皆さん錯覚しちゃダメですよ。アメリカの軍事基地アメリカから何、の皆様がありがとうございますで守っていただいてありがとうございます。何兆円か知りません、おそらく年間1兆円くらいですよ。アメリカは自分で世界中の基地持って自分でメンテするだけの経済力ありませんので、その国にやらすわけ。外務省何やってん、言ってあげなきゃ。岸田総理、もういいですよ、アメリカはあそこ終わりですから。しかしあんな巨大の大帝国は壊れるとき、皆さん周りにいたら殺されますよ。日本これからめちゃめちゃ金を絞り上げられるんです。憲法9条があるのに、岸田さんはこれからアメリカの武器を買って、いろいろと視察が何十億ぐらいするやつ買って日本の防衛しなきゃいけない。そんなもん日本でできないの、日本で作れないんですか。作れるよ、作ったらアメリカに殴られるんじゃ。俺のものを買えって言ったろ、こらで買ってんじゃ。日本の政治家も皆さんに対してお金の話をしない。日銀のおっちゃんたちもどこ見て話してるのかわからない。皆さん余裕があったら金を買うか、それともこれから不動産が大暴落しますからレンタルマンションを買うか。日本の金融、日本の銀行と世界の銀行、動脈がつながってますから、日本だけってのはないです。すなわち、ああ円に投資して待ってもよくならないから円から中国の元を買うか、それともサウジアラビアの石油の株買うか。日本の政府、命を守って国民を裕福にしなさい、なんか念仏みたいに何度も言ってますけど何の動きもない。皆さんこれ
皆さんの生活と命よ、なんでこれ話題に上がってこないんだろう、なんでいつまでこんなことをやってんの俺たち、ちょっとお金持ちになると税金がガバー、保険料も上がってガバーで、厚生年金の支払いもガバー。数年前学生から聞かれた、ね、先生僕たちは年金にお金払うべきでしょうか、と払わなきゃ次ねえよって言ったら、今あるんですかと、今あるんだ、なくなるんですかと、当たり前なくなるよ、なんでなくなるんですかと、なくなるよ、俺が使ってんじゃん今で、学生さん納得、それほど馬鹿げたシステムじゃん、いいと思ってんのあれ、ノー、アメリカはそんなもんないですよ、年金ってこんなこれぐらい、日本の年金と比べるとこんな差じゃん、そうするとみんなどうすんねん、だから一生懸命になって若い時からお金を60、70になってもお金困らないようにいろいろ作戦出るわけですよ。日本はずっと会社でやってくれて絶対安全と言われて、もう安全なもの何もないです。だから皆さん、お金持ちの人はどんどんとお金持ちになって、で出来の悪い人たちに教育してもらわなきゃ、いやここに投資した方がいいよ、これ買った方がいいよって、それほど簡単です。日本の政府は皆さんからお金を取ることは最たけてますが、お金を作って裕福にするっていうのは全然考えておりません。皆さんもこれ理解した方がいい、おりません。するんだったら日銀あんなことやってないでしょ、どうするんですかこれ、まあまあ日本円崩壊ですか、皆さん日本円崩壊したらどうなるの、皆さんが今食べられてるもの全部もう 60% 輸入品じゃ。もう一つは日本の共産主義のような税法、これ皆さん問題にしなきゃ。なんでトランプが39から21にして日本は消費税上げてんのよ。皆さん相続税ご存知ですか、いくら取られるか、いくら盗まれるか。皆さんが働かれて貯めたお金を娘や孫にやろうと思うと、額によってパーセント違いますけど、10億以上あると家も入れて 70% 取られますよ、7億取られますよ。それ誰も言わない。なんで日本はそういう話しない、日本は真面目で忠実でうんぬんうんぬん、ちょっと待ったと、それ洗脳かと、文句言っちゃいけねえのか、で西先生は言っちゃいけないことたくさん言われますけど大丈夫ですか、どういうこっちゃ大丈夫、むしろ地下鉄誰か押すんか、最近皆さん地下鉄にゲートがありますから大丈夫ですか。それほど私たちは静かでおとなしくお上に言われるままをやってきました。日銀、皆さん必要ですか。日銀でお金吸って私たちがそのお金を借りるわけ、バンクオブイングランド、英国銀行の形をそのまま明治維新のおっちゃんたちが日銀にしたんですよ。日銀は国の銀行じゃありませんよ皆さん、あれ私立の銀行、三菱と変わりないです。ただ三菱と違うのは、日銀は福沢諭吉を印刷できるわけ、この中に慶応ボーイもおりますけど、後で殴ってやろうと。なんで日本政府が印刷しないんですか、なんで日銀が刷ったのをこっち借りて、もちろん値段がついてますから払わなきゃ。で、歩合制、あんなものがなかった日本で、よう日本これだけの大帝国になりましたな。私が皆さん学生の時、消費税という発想もなかったですよ。すなわち税金を取り上げて誰が裕福になるんですか、政府ですよ。で、お金集めておいて配る時に権力を振るうわけ、なんというシステム、私でも絶対それできますから、別に頭いい悪い関係ないですよ、国家権力で税金集めてそれで金欲しかったら陳情に来いじゃん。皆さん明治昭和の初めのシステムが未だに続いてますよ。これだけカチャ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 やれるのに、銀行に行くとベンチがあってそこに座ってそこのお嬢ちゃんたち手書きじゃん、皆さんも手書きじゃん、あれアメリカにあると思ってるんですか、あんなことがないですよ。誰が3時に閉めるんだアメリカで、土曜日も空いてますよ、 ATM なんか1日35時間空いてます、ちょっと数間違えましたけど、日本で ATM が閉まってんじゃん、ロボットが疲れるんか、 AI お疲れか、今日は3時までですか。すなわち皆さん、コントロール、コントロール、
もう少し自由にすれば日本の人たち頭がいいし金儲けもお上手ですから動くのよ。今下手に動くと税金かけられますから、今度カード使えでしょ。なんでそこまで割り込んでくるのよおめえたち。永田町の人頭いい頭いって世界最高の官僚って言われ分かった、それじゃあねちょっとお金作ってみて、金儲けやってみてよ、儲け方教えてちょうだい。政府が手を出した産業全部大赤字で潰れてますよ。日本銀行必要ですか。じゃあなんであんなもんがあんのよ。トランプはアメリカのフェデラルリザーブって、まあ、日銀のような役割をしてあれに文句ばっかり言ってますよ。何お前調子に乗ってボヤ上げてんだこの野郎、せっかく経済がいいのにこの野郎。である人はもう潰せ、フェデラルリザーブを潰せと言った人は大抵暗殺されるか殺されてますよ。そうすると日銀いるんかと言ったやつも危ないんですか。だからすなわち日銀の株主誰なのよ。あそこ株式会社ですよ。おい日銀潰せと言ったやつはそいつを潰さなきゃ、俺たちが何兆円何十兆円儲けてるのパーになるしな。で勝手に部合なんか上げちゃってお前たち一度も金儲けしたことがあるのか。いかがでしたか。私たちを苦しめる日本の政治の問題点、そして私たち一人一人が立ち上がるべき理由がお分かりいただけたのではないでしょうか。今ご覧いただいた動画は過去開催された西教授の講演会の一部です。講演者の西教授は世界最高峰のシンクタンクスタンフォード大学フーバー研究所にて40年以上も活躍された唯一の日本人です。そんな西教授は日本人に真実を伝え自信と誇りを取り戻してほしいという思いから忙しいスケジュールの合間を縫って講演会を開催されています。今までの講演会では非常に多くの方々が参加されこれまでの満足度は平均 4.5 と大好評。実際にお客様からは自分の人生にとって忘れられない一日となりました、また開催するのであればぜひ現地で参加したいなど満足のお声をたくさんいただいております。そんな大人気の西教授の講演会ですが多くの方のご要望にお応えして今年も開催することが決定いたしました。誰もが聞けるような場所では話せない日本のタブーに深々と切り込んだこの講演会、実は2020年以降コロナ禍の影響もありオンライン席のみもしくは30名ほどの会場でしか行うことができなかったのですが、一人でも多くの日本人に西教授の声を届けたい、そんな思いから約4年ぶりに会場席500名と大幅に席数を増やした大規模講演を実施することとなりました。世界の大きなうねりの中西教授は2024年、日本が進むべき道をどう見ているのでしょうか。西教授が私たちに伝えたい本当に知るべき真実とは何なのか、これから日本が生き残るために重要なこととは何なのか、目、耳、肌、すべてで感じる西先生の魂の講演。最新の講演会情報は概要欄よりお確かめください。